カーライル・インディアン工業学校のインディアン生徒たち、1900年頃、カナダ・マニトバの聖、ポール・インディアン工業学校のインディアン生徒たち、インディアン寄宿学校とは、19世紀後半から20世紀にかけて、主としてアメリカ合衆国やカナダで作られたインディアンの若年者を同化教育するための私立施設。この施設は、アメリカ合衆国における人種的多数派である白人、 キリスト教徒によって経営され、リザベーションのインディアンの少年少女たちを親元から強制的に取り上げ、先祖伝来の宗教、言語を禁止して、インディアンを殺し、人間を救うを合言葉に、キリスト教や欧米文化の学習、英語教育などを行っていた。ペンシルベニア州に創設されたカーライル・インディアン工業学校が、その第一号学校として有名である。こうした方針は、 インディアン民族のアイデンティティに深刻な影響を与えるもので2000年にビア局長ケビン・ガバーはビアの公式な文書でこれをアメリカが衆国によるインディアン部族に対する民族浄化であると記載しているその影響については20世紀から21世紀にかけてアメリカでドキュメンタリーの題材として盛んに取り上げられたアーカンソー州に本部を置くインディアン組織 アメリカインディアンの生徒権の支援センターは彼らの公式サイトでインディアン寄宿学校についてこう述べている。カナダにおいてはアメリカよりも早く1840年代にインディアン寄宿学校が発足している。成り立ちや目的はアメリカと同じく民族浄化のためのものでカナダ最後のインディアン寄宿学校が閉鎖されたのは1996年に なって、ようやくのことであった。カーライル・インディアン工業学校の男子生徒たち、1879年、カーライル・インディアン工業学校は、対大平原部族船に従事した軍人、リチャード・ヘンリー・プラット少尉の内務省の出先機関 b への働きかけで、元軍事施設を利用して、1884年に、ペンシルベニア州カーライルに創設された、インディアン寄宿学校の第1号である。 1875年、カイオワ族、コマンチ族、シャイアン族、アラパホー族他の対白人抵抗戦の指導者、戦士たちは、フロリダ州の戦闘オーガスティンにあったマリオントリデに、護送され、無機交流の囚人となった。ここで死んでいくインディアンたちを見たプラット少尉は、彼らを、ローから出し、英語の読み書きを教え、パン職人、水夫、漁夫、農夫などとして、 職業訓練を行い、3年後には彼らが白人の生活に順応できるようになったとして釈放させた。この経験をもとに、プラットはインディアンを子供の段階から一般の農夫や労働者に同化し得る生産的なアメリカ市民として育てるべく、以下の理念でもってカーライル校の初代校長となった。ビアはこのプラットの思いつきに賛同し、 このカーライル校をモデルに全米各州にインディアン寄宿学校が設けられた。1887年、ビア局長は以下の通達を出した。プラットの掲げた生産的なアメリカ市民というビジレイクの裏には義務の強制と同時に権利の剥奪をも伴っていることに留意すべきである。かつてインディアン側が白人史上をさらい、 部族員として教育した例は多いが、これはほとんど例外なく、米国陸軍の派遣によって奪還された。異民族間で行われた、この施策であるが、あくまで白人側からの一方的な図式で成り立った、ものであった。カーライル・インディアン工業学校の生徒たち、1879年、インディアン基宿学校での生活は、以下のようなものであった。 親元から引き離されたインディアンの5歳から10歳までの児童たちは黄色いバスに乗せられわざと彼らの保留地から数百キロ離れて選んだ地に入学させられた。入学するとまず体を洗われて部族の衣服を脱がされ制服に着替えさせられ髪を短く切られた。インディアンにとって髪を切るのは身内が亡くなった時である。ミネソタ州の パイプストーン寄宿学校に入れられたデニス・バンクスは、この時の自らの体験として、みんな家族が死んだと思って泣き叫んだと回想している。部族の名を名乗ることは禁じられ、ハンフリーやマーガレットといった白人の名前のいくつかの候補の中から適当なものをつけられた。日常生活は朝6時から午後10時までで、軍服での行進が、 日課にあり、軍事教練を基本にした規律で縛られた。教員は白人だった。学習内容は読み書き算数のほか、男子は大工仕事や農業、女子は白人料理と裁縫といった手内職である。このほとんどは保留地では何の役にも立たなかった。科目は過密であり、生徒に考える余裕を持たせないように図られていた。カナダのカペル・インディアン寄宿学校。 インディアン生徒の親たちは施設の立ち入りを禁じられ、子供に面会するためには、学校の外で野営しなければならなかった聖書の暗記と、キリスト教の祈祷が強制され、部族の信仰は弾圧され禁止された。英語以外の言葉で話すことは禁じられ、話せば、汚い言葉を話した罰として教師に石鹸を食べさせられたり、石鹸で口をゆすがされたり、ピンタを食うなどした。もちろん、 彼らの幼い心は深い神的外傷を負った。白人の食べ物しか食べさせられず、インディアンの伝統食は許されなかった。児童生徒たちに許された娯楽は、フットボールや野球といった白人の遊びだけで、伝統的な遊びは許されなかった。学校によって異なったが、学年は最大で12学年まであり、学期末の夏休みにのみ、故郷の保留地への帰省が許されたが、 家族の事情で帰省できない児童も多かった。脱走も多かったが、家から数百マイルという距離がそれを阻止した。ホームシックにかかることは、恥ずべきこととされ、脱走者には、ホットラインというガントレットに似た懲罰が加えられた。これは、教師がまず鞭を加え、次に、鞭や棒を持って並ばせた20人ほどの生徒たちが、殴りかかる中を走らされるというものである。 前述のデニス・バンクスはそれでも抵抗したために、教師によって丸刈りにされ、数日間女子の制服を着せられて生活させられたと語っている。児童生徒が精神的虐待や性的虐待を受ける例もあった。学生たちはインディアンの生活様式が白人のものよりも野蛮で劣っていると教え込まれ、彼らは寄宿学校に入ることでより良い生活様式に強化。 上昇していると教えられた。また、伝統文化を守るインディアンたちは、バカで汚いとされ、最も早く白人文化に同化したインディアンたちを、良いインディアンと呼び、そうでない人々を、悪いインディアンと呼ばせた。インディアン学生は、お互いをスパイする義務が課せられており、常に教師による監視下にあり、プライバシーは一切なかった。これは、 ほとんどのインディアン部族がプライバシーを非常に尊重する文化を持っているのと対照的である。寄宿学校制度の初期には学校の衛生状態が劣悪だったために天然痘やその他の白人の病気を移された児童が数十人単位で死亡する例も多かった。以下のアパッチ族の例は珍しいものではない。1886年秋、ジェロニモたちの降伏のすぐ後に、 チリカワアパッチ族の子供たちが親元から引き離され、カーライルインディアン工業学校へ送られた。総勢112人の子供たちのうち、その後3年間で30人が白人の病気にかかって死亡し、数十人が心と体に重い病を負って故郷に返されるという悲劇を起こすこととなった。インディアン寄宿学校は様々な政治的道具としても利用された。1九百六年、 アメリカ政府は、ホッピ族に対して、騎兵隊を送り込み、老若男女合わせた全部族民の、インディアン寄宿学校への入学を強要した。ホッピ族はこれに断固反発し、署名しなかった。アメリカ政府の目的は、彼らホッピ族の土地に眠る、時価10億ドル相当の石炭、石油、水資源であり、この、インディアン寄宿学校入学を、強制移住の手段として、 これら地下資源を私企業に売り渡す計画が進んでいたのである。寄宿学校が相次いで作られたのに対し、インディアンの保留地内には1940年代になっても、なお公立の学校は作られなかった。教育はすべて保留地外の寄宿学校で行われたのである。強制修学であるにもかかわらず、私立の寄宿学校の年間学費は、 1940年代当時で50ドルという高額なものだった。これはインディアン児童の親に対しても多大な経済的負担を強いるものであった。この文明化及び同化のプログラムは1926年まで持続したが1933年にフランクリン・ルーズベルト大統領の任命を受けビア局長に就任したジョン・コリアーは1934年に インディアン再編成法令を可決し、インディアンの自治を促す方針を挙げて、同化政策は公式目標から外された。しかし、1940年代から50年代にかけ、再び同化政策は標準目標化された。第二次世界大戦の間、保留地のための基金が削られた一方、校舎は老朽化し、寄宿学校は閉鎖され、インディアン学生は、 保留地から離れた全寮制インディアン学校に通うよう強制された。これはその後50年にわたって反再編成方針として続けられた。1960年代になるとインディアン若者会議やアメリカインディアン運動など組織化されたインディアンたちの抵抗勢力がアメリカ政府が推し進める同化政策と戦い始めた。これを受けて1965年議会に インディアンの教育に関する国家諮問協議会が設立され、1968年には合衆国政府のインディアン政策決定に関して、インディアン党人たちの参加を容易にするための、インディアンの機会に関する国家会議が、ようやく合衆国政府に設立された。1969年、インディアンの教育、国家的悲劇、国家的挑戦と題して、上院小委員会と、 公共福祉委員会からなるインディアン教育特別省委員会によって上院報告書91から501がまとめられ提出された。この報告書はアメリカインディアンに対する連邦政府の優越的方針は強制的な同化のうちの一つであると述べ、そしてその政策はインディアンの子供たちの教育に悲惨な影響を与えたと記している。全米のインディアンの教育方針を束ねる。 インディアン教育事務所は、もともと公共法令92から318の4項目目に基づいて創設された。この法令は、一般的に1972年のインディアン教育法と呼ばれているが、この法令は、インディアン管理局と同様に、アメリカ合衆国に属するすべてのインディアンや、アラスカのエスキモ、アレウトの学生や、 部族の教育のために直接的な資金援助を提供する、たった一つきりの異様な連邦法となっている。1995年、インディアン教育事務所は、アメリカ連邦議会で1ドルしか予算配分されず、実質的に廃止状態となった。部族代表者と、反インディアン組織の代表たちは、ワシントン DC へ出向いて、徹夜で議会に抗議し、 継続的な資金提供の確約を呼びかけて報道会見を行った。2000年、ビア副長官、ケビン・ガバーは、寄宿学校をはじめとする姿勢にまつわる数十億ドルに上るインディアン基金のビアによる不正陰徳を認めた上で、過去百数十年にわたる部族強制移住と同化政策の犯罪性を認め、全米のインディアン部族に対し、涙に濡れながら歴史的な謝罪を行った。 以下は彼による、その声明である。インディアン部族で満員の会場は、涙と湧液、拍手で湧き返った。私たちは二度とあなた方の宗教、言語、儀式、また、部族のやり方を攻撃することはありません。私たちは二度と、あなた方の子供を里子に出させ、自分たちを恥ずべきものと教えるつもりはありません。カムループスインディアンレジデンシャルスクールは、 カナダのカムループス近郊に存在した寄宿学校。カナダ政府の移行で1890年から1969年までの間、カトリック教会が運営。15万人以上のインディアンやイヌイットの子息などが強制的に入学させられている。2021年、敷地跡から3歳の子供を含む215人の遺骨が発掘された。ありがとうございます。